それでは年号を新たに作成したいと思いますので、開いている画像を一旦閉じたいと思います。中央の目玉をタップして閉じます。このように閉じて、選択レイヤーをタップして、ツールバー右から2番目のレイヤーボタンをタップして閉じます。それでは設定をします。ツール選択ボタンをタップして、投げ縄を選択します。その時に下絵がない場合は一旦下絵を作ってもいいので作り方を説明します。ブラシを選択して戻します。ツールバー右から2番目のレイヤーボタンをタップして、選択レイヤーから新しいレイヤーを選択タップして閉じます。それではブラシ選択ボタンをタップして、 G ペンハードで構いません。ブラシ選択ボタンをタップして閉じます。カラー選択ボタンをタップして黒を選択して閉じます。太さは描きたい太さに設定して書いてください。大きく書いていただいても後で加工できますので、このようにして下書きを書いておきます。そうすると投げ縄がスムーズに運ぶ場合がありますので、あとは投げ縄で面白い文字にしていただくといいと思います。それでは選択ボタンをタップして投げ縄を選択します。続いてツールバー上の投げ縄ツールボックスの青いボックスの中央のボタンを、追加ボタンをタップして描きます。描くときは必ず出発点に戻って袋にしてください。で、このように変形した場合は後で消せますので、続いて行っていきます。うまく出発点に合わん場合は戻しをしていただいて、何遍やっていただいても結構です。戻しのボタンはツールバー左から3番目の矢印です。続いて
何回でもやり直しができますので、あまり焦らずにゆっくりやっていただいて結構です。それでは0と4の中を外して置きます。それでは青いボックスの一番右の減算ボタンをタップして、中のくり抜きます。このようにして何回でもやり直しすることができます。続いて4の はい、これで選択文字が全部選択されました。それで先ほどの少し変形している部分を消したい場合は、青ボックスの一番右の減算のボタンをタップして削除します。このようにして削除ができます。例を言いますと、拡大してこの部分の削除もこの部分も削除したい部分を包みます。この部分ですね、この部分も選択範囲が不自然の場合は再度修正を行いますので、中央の追加ボタンをタップして同じように送っていただくと、きれいな選択範囲ができます。このように追加したり削除したりすることができますので、この青いボックスの機能を十分使って行ってください。はい、このようにできましたので、続いて色を塗りたいと思います。それではツール選択ボタンをタップしてブラシを選択します。続いてブラシ選択ボタンをタップして少し変わったことをしたいと思いますので、丸筆でカーブを選択して閉じます。カラーは
いろいろな使いますので、まずカラー選択ボタンをタップして赤を選択して閉じます。それでは塗りたいと思います。